見取り図です、はい、新企画、はい、芸人テレフォンショッキング。いろんなね、はい、芸人さんをここに、ご招待してちょっといろんな話を聞いていこうかなと、はい、これからねどんな一面があるのかとか、はいはい、人となりを知りたいし、はい、一体どういったことができるのかとか、はい、プレゼンにもなるし、そう、うん、僕たちからプレゼンさせていただきたいなってのと、はい、で毎回芸人さんに、うん、終わりには次の芸人さんを紹介してもらうっていう、はあはあ、なるほど、数珠つなぎで、はい、いろんな芸人さんに登場してもらおうかなと、いいですね、思ってますから、はい、芸人図鑑だと思って、はい、新企画スタートしていきたいと思います。これです。一発目のゲストなんですが、はい、やっぱりこのチャンネルの功労者、はい、功労者というか訪問者からね、あ、はい、訪問者ね、あの訪問者、はいはい、なので登場してもらいましょう。こちらのお二人です。ドン、マユリカです。どうもありがとうございます。マユリカです、よろしくお願いします。訪問者じゃないんですよ。いやいや、賛否両論だったあの企画の、いや、賛ありましたか大丈夫ですか。ピが多めだったけど、ピが多めですよね、はい、僕の毎回あの同級生が出るたびにスクショ付きで見たよって送ってきてくれるんですけど、うん、優しいね、うん、何の音沙汰もないんですよ。尊厳尊厳になったかもしれない友達が。今までのピってちょっとギャグっぽく言われてたけど、はい、結構ガチのピが多かった。ガチのピ最悪ですよ。あのね、登録者数ぐんぐんあの当時減ってたのよ。やめてくださいもうでもこう僕らからしてもね、そうね、あの遅かれ早かれなってたから、うん、いやまあなんかの企画では絶対なやってるしまあ訪問者のマユリカにね、はいはい、ちょっと第1回は出てもらおうかということで、はい、まあ僕らはもう言うても付き合い長いからな。そうですね、そうですね、今更。でもやっぱりこう見てくれてる方、うん、やっぱマユリカ知らない方も確かにそうですね、はい、いると思うんで、はい、このチャンネルでも多分4回目ぐらいだと思うけど、はい、なんでマユリカかだけ言ったら、なんでまあね、初めての方はマユリカのコンビ名の由来、はいはい、なるほど。僕の妹の名前がマユで、マユ、彼の妹の名前がユリカで、それをガチャンと組み合わせました。で、まあユリカです。希少すぎるやろ。なんかそんな毎回初見の感じでそれ言う。俺ほんまコンビ名の由来で一番気持ち悪いと思う。いやいや、妹も嫌っとるやろ。妹さんたちなんて言ってんの。え、言ってないですよ。あ、言って、でもさ、さすがに気づいてるやろ、まあ、気づいてはいると思いますけど、うん、言ってこないですよ。仲いいの二人とも妹さんとは。いや、全然仲良くない、はい、もう何年も会ってない。え、はい、え、なのにコンビ名したなんで。いや、まあ、仲悪いとかじゃないですけど、ないですけど、はい、単純にね、仕事の都合でこの実家帰るタイミングが合わないとかで会ってない、うんうん、妹さんもな、うん、もし機会あったら今後にらべっこ一緒に。言い訳ないやろ。言い訳ないやろあ、絶対誰が兄です、あ、いいですよ、いいですよ兄が、ああ、一応聞いときますとかね妹そんな売り方するわけないじゃないですかNSC が33です。なので僕らの4年違いか、うん、そうですね、4年後輩、はい、で同期にはまあ霜降りとかコロチキとかね、はい、すごい言いたいって言われてるな。てか33期ってやばいよな。いや普通に考えて強い人多いです。そんなやつ多いですね。賞レース上昇軍団で、いや確かに強いですね。ザジーとかもあります。しかもその33期ってワーキャーの人おらんよな。あ、確かに。ワーキャー人気とかじゃなくて、ね、ほんま個々のおもろさだけで勝負してますみたいな。いや、そう、見た目はちょっと汚い人多いですね。確かに、ほんまお笑い 100% でやってますみたいな。で、マユリカだけ唯一ワーキャーどこだよね言わさんといてください2人で、ね、ユニットさんといてくれ。ワーキャーだってさ、うん、ちょっと2人立ってくれ。えこれだって女性人気すごいと思う。えまずこのね、うん、中谷の衣装の色合い、はいはい、ザーボンさんと全く一緒やからいや、ドラゴンボールのねねえ、いやーザーボンと全く一緒と思いきや、はい、相方の坂本がバータと一緒やねん。宇宙一宇宙一早いバータ、宇宙最速のバータバータに似てたら人気出んでしょ。ドラゴンボール好きでこういう風に違いますよ。違う、ドラゴンボールのコスプレのつもりないですから、はい、そうやって攻めて悟空とかにするんですいやけどやっぱマユリカってこの芸人さんの評判がいい。いい、ほんまにお笑いの人やな、ほんまに。さっきも言ったワーキャーなんかいらん、うん、いらんなと思ってないんですけど、欲しいですけど、はい、お部屋ないだけないだけで、ないだけで気持ちが欲しいです。でもほんまお笑い100というか、訪問にらめっこなんかやらんで普通。いや違う違う、僕が持ち込んだじゃないですよあれさ、あのちょっと俺らにこんぐらいの書類も持ってさ、こういう企画何書くねこんな量森山さんに手引かれてちょっと訪問関連の動画撮るからついてきてって言われただけですから僕はそれででもついてくんのもすごいよな。すごいすごい。で、基本的に漫才、うん、芸人の中で漫才師のイメージあるけど、実はコントもやってるっていうね。器用な。M1 の M1 は準決勝が最高で、最高優秀だ。去年
おととしですね。おととしか、はい、2018だ経歴だけで言ったらほんまにすごいもん。世界初の賞レース棄権したもんな今そう、まあ、多分そあ初世界初の、まあ、あのなその年の次に木崎さんがああそっかコロナはいうん、の濃厚接触者っていうことでね、うん、疑い疑いさらに疑いの方や疑い、まあ、でも、はい、保健所のガイドラインにのっとってそうです、ね、そうなりましたから、まあ、1日ずれてたら出れてたのにみたいなことやったんですけど、うんねはい、ついてないのよついてないのというのもこれ俺バッチが当たってると思う、うん中谷がね、すごい荒くれもんやん、はい、やんちゃくれこの感じでほんまドヤンキーやから、ね、いやいや吉本一のヤンキーよ、ね、のいやいや、はい、むちゃくちゃ社会不適合者ですいやまあまあまあ、まあ、どんなあった今まで度重なる遅刻が原因でコンビで禁止になってますから禁止委員会だな禁止委員期間どれだった2ヶ月2ヶ 月でそれが準決勝に行った直後やったんですよ一番仕事が増えそうなうわタイミングでやってしまって最悪ですよ本来ね吉本ってね遅刻結構まあ許してくれるって言ったら言い方変やけど、はい、まあまあ芸人さんやしみたいなとこあんねんけど、はいはいそれでも中谷ちょっとひどい遅刻が多かったか数のレベルが違うんでもう何回も何回も続いて続いてもういい加減にしてくださいほんまに次遅刻したらコンビの仕事なくしますよってむちゃくちゃ強く怒られた次の日に6時間遅刻したそれはダメすいませんでしたすごいなあとあれもあったよなその普通に飛んだ時もあ失踪失踪事件失踪事件あったよなだからそれがそれですよでもあその時だあそうですそうですはいだからその6時間ぐらいその遅れたって連絡があのめちゃめちゃ遅刻したっていうのを言うのが怖くて、はい、連絡を取らなくてそうそうそうそれで怒られたあの時だから僕ら大阪のね若手の LINE グループで何人ぐらいある200人弱おる LINE グループで中谷が連絡取られへん、はい、家行ってもおらんってめっちゃ騒ぎになってんな捜索願いっていうかないやそう家の中でねちょっともう死んでるんじゃもしかしたら、はいもしかするかもしらんしってなって結構その時下の後輩の子たちもな、はい、チャリンコで探し回ったりしてくれてて、はい、どこ行ってたんだっけ大正の IKEA ですそれ何なんその失踪の仕方これはやばい失踪っていうか怒られるのが怖くて怖くて電源も切ってそうですあの電源入れたら誰かから連絡が来るから、うん、落ち着いてからちょっとこっちからこそっとで次の日が、うん、あの別に行く予定があったんで仕事で、うん、その時にあ昨日すいませんみたいな感じで行ったらいけるかなと思ったら、うん、無理だろそんな切ってる間にえらいことなっててそりゃそうよ何百件という通知が来ててそりゃそうよ、まあ、だって仕事も飛ばしてるわけやん飛ばしてますよで、まあまあ、ほんで連絡も取られへんってなったら普通に考えて心配するよ、はい、まあまあそうほんでその IKEA 大正の IKEA って言ってまあ大阪じゃない方、うん、あの言ったら港の方まで行ってたんですよ、うん、むちゃくちゃな距離歩いてますよ、うん、そう大阪の海の方まで歩いて行ってて、うんはい、先輩に車出してもらって中谷の実家神戸の実家まで行ってお父さんに家の鍵もらって、うん、で開けたらおらんかって、うん、あそうそうそうだからもう大ごとよな、うん、大ごとです先輩が心配してな、うん、はい取りに行ってんな実家までそうですそうですでおらんくって、はい、一緒のアパートに住んでた後輩が あ、 そうです、ね、あ見ましたよさっき中谷さん、うん、普通にジュース買ってましたよみたいな夜中にはい、はいうん、あじゃあまあとりあえず生きてはおるっていうことで、まあ、その日も深夜ほんま3時4時ぐらいまでみんなで、うん、あったなかけとく、はい、いやいや申し訳ないほんでどうやって見つかったんだいやあの普通に次の日行ったんですで、すみませんみたいな感じで行こうとしたら、うん、こう思ったよりことがとんでもないことになってて、うん、そりゃそうよな、はい、心配したよあの時はすいません今では無事に肛門を見せれるまでに成長した復帰しすぎや復帰しすぎやしたけども舞台なんてむちゃくちゃ神聖なものじゃないですかそらねえよ坂本すごいよなこれすごいやめてくれ大先輩大先輩も大先輩その方があの漫才されてる舞台の裏でタバコ吸ってた、うんちょっと待って。本社まで謝りに行って、うん、もうこいつ謹慎あのその本社の人にあもうマユリカ一旦また謹慎ですってはっきり言われて、うん、そしたら中谷がもう泣きわめいて、うん、謹慎だけはお前がやめてください本当にもうコンビのことはもう僕なら何でもしますんでとか言ってそしたらその人が
じゃあコンビで何かできることあんのかって言ってくださって、うん、僕がコンビで劇場のトイレ掃除を毎日やりますって言ったら、うん、その方がもう助け舟でおもんない、うんうん、中谷なんかあんの、まあ、言うたらな、吉本お笑いの会社やから、はい、そうそう、社員さんもそう、ここ受けたら助かるっていうところで、うん、こいつがもう泣きながら毎日自分の体に間違いを一つ作ってその間違いに気づいた人に景品をあげますいや、ちょっと何大喜利としては何個目8000個目ぐらいの答えが出たなと思ってこの状況で生きてきて一番脳が回転してギューンって言ってたんですよ号泣しながら言ってそれでも厳重注意で進んだんですけど、それは受けてたのその当時の人にさすがに笑ってましたよ笑うよそんなもん大喜利としてもう180点ぐらいなってる号泣してますからねそれがまた面白かった、うん、本気で言ってたそこってさ、はい、だって2点ぐらいでもええもんな、そうですね、逆にそうです、ね、めちゃめちゃおもんないこと言って何やそれやねんけどでも良かったですあの K 点超えてくるしなんとか当時昔付き合ってた彼女と別れて、はいはいはい、あそうですあの楽屋あの楽屋東京とかの街で2人で移動してる時に急にもう空見上げて、うん、もう涙浮かべて、うん、もっと大切にしておけばよかったのにとかすぐ泣くなこれ二人きりでそれされてもうとかすぐ泣く楽屋でも泣いてたやんなんかいやそんな思い出して思い出して振られた直後ようありましたけど普通に喋ってたのに急にブワー泣き出して何何何言うたらそう振られたそうどうしよう彼女のことを思い出してそれは確かに気持ち悪いですけど気持ち悪すぎるヤンキー列伝とかでも関係ないしでも坂本のあれは、はい、あの彼女付き合ってる時坂本が浮気して別れたよないや浮気されたんや言ってんのそれいやまあ別にまあ言ってるんで記事にもなったんであれですけどどういう話だったっけいやまあまあその同棲してた彼女が昔ね同棲してた彼女同棲してた彼女がまあそのあまりになんていうかその日の行動がおかしかったと言いますか怪しい普段やったら LINE とかもまあ今からじゃあ帰るねとかがあるんですけど朝5時になっても何の連絡もこっち電話も入れてるんですけどなくて心配やな、はい、確かにでまあ次の日まあちょっと昨日何してたんって言ったら、いやまあ友達、女友達の家泊まってた、うん、まあでもまあ明らかにちょっとおかしかったんで、ほんまはって言ってみたら、うん、まあ会社の上司と朝までいましたみたいな、うん、とか、あのまああの、今どうせしあの今ってあの、インターホンって、うん、あの不在やったらなんか録画機能、録画機能、録画機能あって、今日昼頃誰来てたんやろってチェックできるよな、はい、それなんとなくチェックしたらその上司が3つ釣ってたりとかあれ、家使われたまあ入ってたみたいですねなんかだから坂本は彼女さんに浮気されたんやけど同棲してるその家に坂本が仕事の時とかにその彼女が浮気相手と入ってことを でそっからこうまことしやかに芸人の中で言われるようになったのが、うん、マユリカは呪われていると、うん、いやそうですね、まあなんかね、うん、去年とかもなんか不運でいいことになってます危険とかそうです危険、うんはい、お払いをコンビで行ったんですけどそうですよ、うん、京都のむっちゃでっかいとこに、うん帰ってきて自転車見たら盗まれてたんですお払い全然連れとしてるやんすぐでもそんなマユリカやけどとにかくいいなと思うのはコンビ仲が素晴らしい、ね、ああそうそう二人はドイツからの仲やったの3歳から幼馴染で今に至るからむっちゃ仲いいやんだって住んでたアパートというかマンションも上下やろ、はい、まあそうです1年目から出てきてから、はいはい、すごないずっと二人でおるやんおるおるいつ見てもほんまに2人でおるやんそんなことないですけどねいやほんまに2人でおるやんこれ言ってええんかな一回何ですか何ほんまびっくりすんだよねマジで漫才劇場が5階舞台6階が楽屋なんですけど、うん、僕6階の非常階段のところでエレベーター待ってた、うん、非常階段のそばでじゃああんまり非常階段って芸人さんとかスタッフさん使わないんですよ、うん、だって非常階段やから、うん、じゃあ非常階段ガチャって開いたら、うん、マユリカが2人で出てきてな、うん、ほんで、まあ、中にはおるね誰にも見られたくないコンビは非常階段でネタ合わせすることがああそうあネタ合わせしてたのかなって思ったらなんかな2人がこうほてってるというなんかこう湯気が出てるとかじゃないけど、うん、ホクホクしててでパッて見たらあの坂本のから中谷の口まで遠いよだれ引いててそんなわけないやろ唾液がすごい引いて使えるわけないのになぜそれ毎回言うねんそれ毎回カットしとるかなほんとに嘘やしなんで待たなあかんねんこれほんまやねん見てへん光景もさもあったみたいによう喋れますねほんまやねんてこれ嘘やん再現できるぞできるわけないやろ
やっぱ皆さんにね、ちょっとね、こんなんできますみたいなアピールしておこうよ。いや、これはもうほんまに中谷はむっちゃあるんですよ。中谷ちょっと経歴言って、まあ、そうですね、だからあの僕芸人をやる前にもともと漫画家をやってたんで、そう、プロの漫画家さん、はい、何の週刊誌だった？あ、少年サンデーとか、うん、ビッグコミックスピリッツとかで漫画の賞をもらったことがあるんで、まあ映画得意、うん、そう、何で勉強したの？いや、独学です。すごいよな、すごいな、学校行かずな、はい、で、似顔絵が好きやもんな。はい、似顔絵描けます、うん。ちょっとじゃあいいですか。あ、いいですか、うん、持ってきてもらって、せっかくなんで。じゃあちょっと、うん、短い時間で、うん、こうパッと書くっていう方がちょっとワッとなると思うんで、うん、僕は口笛吹いてる間に、じゃ森山さんの似顔絵をどこに書きたいと思います。いいよ、はい、お願いします。いきます。綺麗だな、トトロ音色が綺麗。うまいな。そこの部分も拭いてくれるんや。ちょっとアレンジ加えてるな。口笛うまいな。うまい。おー、顔張ってきな。いいね。ちょっといい。チラチラ見る。韓国の路上でサンマ焼いてるおばさんみたいな。お？最高、投げ。そこめっちゃ稼ぐやん。めちゃくちゃ調整してるやん。そんな長ないやん。あー、できましたー。でも早いよね。まあでもクオリティ大事。まあまあまあ、この時間だというのを加味してください。はい、いきますよ。せーの、ドン。おー、うまい、すごい、特徴も捉えてる。タバコも、タバコも加えて、まあ、この時間にしたらっていう。すごい、やっぱちゃんとあれやな、漫画家さんのタッチやな。確かに、ありがとうございます。これリリーも絵うまいんだけど、何がちゃうって、やっぱタッチがちゃうよ。まあ全然いいやん、こんなんめっちゃいいと思う。あんまですか。やっぱテレビでいけます。いけるいける、リリーもせやし、絵めっちゃ頼まれるもんな、うん、そうそうそう、これ描いてもらっていいですか。わ、よかった。僕は中高6年間体操部だったんで、はい、今でもこの体型でもバク転ができるという、うん、すごい。昔ね、これ楽屋で普通にバク転はできんねんけど、はい、お前そ、多分テレビ無理やけど、その特技すごいやんってなったのがあって、うん、はい、バク転のスピードが半端ないねん、で、一回な、裸でバク転した時、うん、マジでチンチン見えへん。そう、手ついてからのここの足の返り、ここがバッと速いんで全く見えないっていう、正面から見てても。だからこの、この子で言ったらバク転、こいつが見てたら普通にバク転したらもう丸見えやん。そうだな、うん、こうやったらじゃなくて、中谷のはこうやねほんまに。そうそうそう、一瞬過ぎて見えへんから、マジで加工とかモザイクいらんと思う。うわ、それはでもすごい、はい、ほんまにいけます。さあ、ということで僕らは正面からのアングルで座って見てますが、じゃあ、お願いします。はい、いきます。マジで、はい。ものすごい見えてた。普通にこうやって見るより鮮明に見えてたもん。見えてないよ。ちょっと、こっち向いて向こうのバージョン見せて。こっち向いて、こっち向いて。ほんまにめっちゃ速いんですよ、うん、普通より。普通はい、絶対早いんで。ちょっとだけ見えてたから、はい、あ、もしか、まあ、久しぶりやもんな。そうですね、もうちょっとスピードじゃあ上げます、はい、じゃあ、お願いします。いきます。いや、ずっと見えてる。すんごい見えてたの。ずっと見えてる。重力でなんか上に上がってる。俺、あの角度のチンチン初めて見たから。もう一回最後トップスピードで。じゃあトップスピードでいきます。めちゃめちゃ見えとるやないか。でもまあ器用なやつやね、うん、中谷は。いや、すごかった。坂本もなんか特技は、うん、まあ一応赤線インコのモノマネっていう。地味やの。やっぱちょっと順番逆やつやな。一日バクテンだとド派手なの先やってもらったから、うん。
これ一本でちょっと乗り切ってきたんですよ。乗り切れてるそれ。乗り切れてないよ。まあまあ毒味どうこれ単純におもろいやつやもんね。うんうん、ありがとうございます。で、はい、芸人テレフォンショッキングですよ。はい、次の、はい、この回どなたか紹介してください。はい、なるほど。じゃあロングコートダディさん。おお、豪華ですよ。仲いいの。仲いいです。そうですね。電話を、はい、じゃあ早速、うん、いいね。いいよ。今ノリノリですか。ウサギとかも一回出てもらったもんね。うん、うん、俺らも仲いいし、うん、ウサギさんじゃあ、はい、かけます。出てくれるかな。第一回やからなこれ、うん、そうですね。これで出んかったらもう、うん、終わりや。まあまあ、ドーマーの方行こう。ドーマーさん行きましょうか。ではドーマーさん、かけます。はい、もしもし。あ、もしもし。始まってるか。お疲れ様です、ドーマーさん。普通に仕事中や。ごめんね。あ、仕事中。ダメよ。うさぎさんの声も聞こえる。え、何の仕事ですか。インスタライブみたいなしてる、万劇の。じゃあダメ、そんなに早く聞いてよ。さっきめっちゃ怖かった。向こうは向こうでなんか配信してるの。あ、なるほど、配信してんねや。ちょっと、あ、してる。どうまえ、もしもし。どうまえ、どうまえ、森山、森山です。あ、森山さん、はい。向こうだからダメや。違う、結構真面目やな、こいつ。向こう何が起きてんの。だからあのね、出れたんじゃん。どうまえ、どうまえ、あのさ、今僕らの YouTube のチャンネルで。うるさいな、ウサギ。どうまや、聞いて。じゃあ、次、見取り図チャンネル来てくれるかな。時間ないよ、もう。いいとも。いいともじゃない。どうまや、バッチグーで頼む。ダサいな。バッチグーで頼むわ、どうまや。どうまや、じゃあ、バッチグーでお願いしていい。あ、バッチグーなんですね。次、見取り図チャンネル来てくれるかな。バッチグー。はい、お願いします。失礼します。いや、ウサギずっと怒ってたのそんなに。向こう何が起きてるの。バタ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 しましたね。ということで、はい、記念すべき第1回は、はい、マユリカのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。またね、別の回で、そうですね、来てほしいし、今度肛門にらめっこの団体戦あるんで。やるな、そんな。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。